はい、どうも、さです。今回はですね、なんと、とんでもない方とのコラボ撮影が決まりましたということで、オロチンユーさんに来ていただいております。はーい、どうも、こんにちは。オロチンユーよ。うわはあの動画の声だ。本物ですけど、文句ありますか？絶対本物だ、この声は。感想も言っちゃいけないですからね。そうね。身長は同じぐらいかもしれないですね。そうね。それぐらいは言えるかもしれない。それぐらいは言って OK よ。今日はですね、なんと、せっかくオロチンさんに来ていただいたんで、素潜りをね、していただきたいなと思ってまして。いやー、素潜り。私ね、人生でね、一回はやりたいと思ってたのよ。自信のほどは？いや、もうね、私のね、先祖がね、海賊だったからね。海賊？余裕よ。思いきしでかい魚狙ってやるわ。じゃあしごいてやりましょう、オロチンユを。面白いいい勝負になるんじゃないかしら。ちなみにもう一人ゲスト来てるんですよね。そうなのよ。どうしてもね、今回ついてきたいって言ってたからね、しょうがなく連れてきたわ。ちょっとペインさん来なさい。はい、はい、こっちこっち、はい、うちのペイン酒井よ。オロチンユさんの金魚の糞させてもらってます、酒井です。おー、酒井さんも来てくれました。よかったわね。ありがとうございます。酒井さんも潜り今させてください。ましょう。お願いします。せっかくだからね、潜ってみたい。じゃあみんなで潜り行きますか。行くわよ、レッツ千円チャーシュー。はい、どうも、マサチンユーよ。ごめん、恥ずかしいわ。ということで今日はオロチンユーさんたちと素潜りに行ってきました。今日も海の中にはたくさんの魚たちがいます。真ん中には綺麗なニシキベラがいますね。こちらはイスズミ、浅瀬で群れを作って泳いでいます。そしてウミガメにも出会うことができました。オロチンユーさんたちかなりね、感動してくれてましたよ。潜りが初めてらしいんですけど、普通に潜れてました。運動神経いい説ありますね。さて、少し沖の方にやってきました。水深は10メーターほどでしょうか。一気に潜航していきます。岩の下の魚をめがけて水中銃を発射。さて、何が取れたのでしょう。こちらネズミフグですね。ハリセンボの仲間で唐揚げにするとめちゃくちゃ美味しいです。あんまり馴染みないと思うんですけど、島の居酒屋とか行くと普通に出てきますね。千円チャーシュー。で、こっから二手に分かれることにしました。まずはオロチンユさんから見ていきましょう。手盛りを構え、浅瀬の魚を狙っていきます。さて、まずは息を整え、獲物に狙いを定めていきます。さて、潜り出しますが、これね、意外とね、難しいんですよ。なかなか魚にね、近寄れないんですね。そして潜り続けること10回以上、ついにその瞬間が。ヒット。取れたのは涙クロハギ。なかなか一発目じゃ取れないんで、すごいですよ。こいつはどんな味なんでしょうね。さて、マサルの方はどうなっているのか。とりあえず大物を狙い、沖へ行くことに。しかし1時間経っても全く魚に出会うことができず、かなり焦っています。そしてようやく魚を見つけ、潜航開始。海底で息を潜めます。ヒット。取れる瞬間が映ってなくて申し訳ないんですけど、こちらはテングハギモドキ。普段は取らない魚なんですけど、なんとか一匹取ることができました。さて皆さん、やばい巨大魚がいるの分かりますでしょうか。こいつはコクハンアラ。島でも屈指の高級魚です。こいつは絶対に取りたいところ。何としても逃したくないので、なるべく近くまで近づいて潜り始めます。オロチンユーさんにいいところを見せたい。この時めちゃくちゃ緊張してます。心拍数が上がり、全く息が整いません。さて、ポジション的にはいいところまで来た。潜航開始。こっからは魚との駆け引き。逃げるギリギリまで近寄っていきます。射程に入ってきました。さて、当たるのか。ヒット。当たりどころは最高のエラに当たりました。しかし巨大魚すぎてめちゃくちゃ暴れています。
変に暴れさせると水中銃が壊れる可能性もあります。こっからは慎重に上げていく必要があります。一旦浮上し息を整えます。コクハーラも必死に岩の下に潜り込もうとします。潜り込まれたら最後、取り出すのはかなり難しくなりますと、ここで体力切れのようですね。コクハーラみたいな魚はスタミナがないんで、初動再生することができればあとはこっちのもの。ただまだ気は抜けません。すぐさま脳天締めをしていきます。脳天締め、ここまで来ればもう逃げられることはありません。よかった、取れて、めちゃくちゃ嬉しい。そして結構でかい、画面にも映りきってません。オロチーユさん、どうだった？いや、ちょっとね、俺頑張ってさ、もしものためにと思ってハリセンボン2匹も取ったんだよ、頑張って。酒井さん、えいくえ、誰、えやりました、誰でこ、おめえ、うん、さすがです、任せなさ、さすがです、でこ、どうよ、やってやったわ、やったっすね、ガチ。これどれ私が取ったと思う？これでしょ。え、嘘でしょ。違うわよ。サプライズありますね。サプライズあるわ。待って、オルチーユ、これ？まあ待っときなさい。ちょっと待って。そんなもんじゃないわよ。嘘でしょ。気にならない。じゃあね、発表するわ。しょしょー。逆にすごいね。そうよ。こっちなんか大きいからね、当てやすいのよ。そうです。これ見て。これね、マジで難しいわよ、当てんの。まあね、正直なとこね、こいつしかね、つけないレベルだったわ。この魚だけね、めちゃくちゃ動き遅かったのよ。俺あっちの方が気になるけど。まあ確かに、そりゃそうだわ。じゃあね、はい、あっちをね、詳しく見ていきましょうね。これ、コクハーラですね。かっこよ。ハタ、これハタですね。うわー、やばいわね、これかっこよ。もうね、私はびっくりしたわよ、これ。これ持ってマサルさんがあっちから来た時、このサイズはマジでなかなか取れないんで。めっちゃついてる。持ってみてもいいですか？どうぞ。赤ちゃん赤ちゃんの重さ赤ちゃんの重さ、ちょっと私も持たして。うわ、重っ。5キロ以上あるわね、これ。ありそうっすね。ね、取ったとー。バケモンよ、これ本物の。すげえ。これいくらぐらいすんのよ、買ったら。普通に魚屋で2万円ぐらいするんじゃないですか。やばいわね、高級魚来たわ。やりました。いや、さすが、私が認めただけあるわ。ありがとうございます。マサル嬉しい。やった、いいとこ見せられた。さて、食材も揃ったことだし、そろそろお家に帰りましょう。おー、間違えた、アジトに帰りましょう。はい、ということで戻ってきました。いや、すごかったわ、海の中。また別の世界が広がっていたわ。どうでした？怖かったんじゃないですか？最初はね、めちゃくちゃ怖かったわ。けどね、だいぶね、泳いでるうちにね、美しいに変わったわね。よかったです。ずっとプカプカ浮いてたかったもん。結局4時間ぐらい潜ってたんじゃないですか？そうね、4時間以上いたわね。普通は大体30分ぐらいでみんな上がりたいって言うんですよ。もう辛いって言って。あら、そうなの。4時間やばいっすよ。本当に自然が好きなんやなと思いました。あ、もう大好き、ああいうの大好き。酒井さんも2時間ぐらい磯で遊んでたわね。一人でめっちゃ楽しかったです。いや、でもね、すごいわ、マサルさん。ありがとうございます。あんな潜れんのね。やっぱね、私たちとやってることのレベルが違ったわね。いやいやいや、本当にめっちゃかっこよかった。マジっすか？めっちゃかっこいい。潜っていくとこめちゃめちゃかっこよかった。ありがとうございます。こんなとこまで潜っていくのって感じじゃなかったですか？本当にそう、死ぬんじゃないかって思ったもん。大丈夫あれって。本当動画じゃ伝わんないわ。そうなんですよ。そんだけね、マサルさん過酷なことやってんのよ。本当命がけよあれ。いや、それ伝えてもらえるの嬉しいです、本当に。じゃあ今日の成果を見ていきましょうか。はーい。はーい。はい、こちらが今日の成果ですね。このハリセンボンがネズミフグ、そしてテングハギモドキ、そしてこれ、オロチンさんがついたこの魚、涙黒ハギっていうらしいです。
イエーイ。やりましたね。やったわよ。そしてこいつ、これはなかなか取れないですよ。コクハンアラ、これがね、もう興奮しましたね。で、今日はこのネズミフグとテングハリモドキはもうこれ競り出します。で、この2匹を僕らで食べようかなと思います。いやー、楽しみだわね。楽しみで、今日なんですけども、バター焼きと刺身で調理していこうかなと思います。イエーイ、楽しみだわ。楽しみ。まあ、これいつも一人でやってるから、この合いの手もらえるのめっちゃ嬉しいっすわ。YouTuber 一人だと寂しいからね、撮影してて。そう、分かるわその気持ち。実は寂しい。じゃあ早速さばいていきましょうか。イエーイ。はい、それではまず鱗を落としていきましょう。引き引きですね。あ、やばい、オロチーニさんいるから緊張してるわ。リラックスリラックス。少し肩の力抜いて。畑はこの鱗の落とし方が一番早いですね。ヒレが邪魔ですね。ヒレバキバキ言ってるもん。めちゃめちゃって硬いですよ、こんぐらいになると。鱗のすき引きなんかしたことないわよ。もしでかいの釣れたらやってみてください。絶対やるわ。だんだんでかいの釣っていきそうなんですよね、オロチユさんが。そうね、そうなるといいんだけどね。ただね、もっとつけるようになりたいわね。もうまた来てくださいよ。絶対行くわ。このサイズもつけないことはないと思いますよ。そうね、私もスモグリー漁師オロチンになるからね。チャンネル名変えようかしら。やばい、マサルとオロチンで検索した時に予測で出てくるようになりますね。おーすげえ、ここちょっと失敗したんですけど、俺油乗ってますよ。すごい、これはうまいんじゃないか。美味しそうだもん。はい、それでは鱗が取り終わりました。じゃあお腹の中を開封していきましょうか。これ油であってほしい。内臓脂肪濃い。内臓脂肪だといいの？内臓脂肪乗ってると油が身にギトギトのはずです。なるほどね。楽しみ。濃い内臓脂肪。濃い濃い。これは？うわ、お、お、内臓脂肪すごい。これ嘘、人間で言ったら肥満。こいつデブじゃないですか。いや、すごいわこれ。やだ、うわ、なにこれ。これ全部脂肪ですよ。うわ、すごい、牛脂みたい。ほんとだ。そうですよね。これ顔に塗ったらめっちゃ良さそうだわね。これオロチンさんの顔用で取っときますね。はぁ、これ置いとこ。え、待って、こんな油乗ってることある？ここも油やん。やば、すごいわね。過去最高レベルの個体ですね。しかも胃袋なんか入ってる。結構でかい。なんだこれは。胃袋開封、胃袋ガチャ。うわー、出た。うわ、なんだこれ。なにこれ。これはイスズミですね。イスズミ来た。オルチンさんがずっと狙ってたやつじゃないですか。やめてちょうだい。でもこんなの丸飲みするってことでしょ。ですね。やば、待って、もう一匹いきますよ。えー、うわ、なんだこれ。うわ、汚ね。気持ち悪。え、なにこれ。これちょっと正体不明だわね。正体不明すぎますね。ドロドロ。島で油乗ってる魚なんてほとんどいないんですよ。あら、そうなのね。これは、うわ、熟成したくなってきたな。よいしょ。うわ、すげえ。これは、これはやばいわ。じゃ、そしたら、これ絶対釜うまいんで、釜を塩焼きにしましょう。うわ、最高。うわ、いいわね。ここで頭を落としていきます。うわ、これはポテンシャル高いぞ。すごい、身がぶっとい。よし、おー、取れた。したら、釜を外していきましょう。はい。あ、ダメだ、硬すぎて、包丁が負けた。そういう時はハサミです。よいしょ。意外とパワープレイなんですね、魚さばきって。もう引きちぎります。うわー、あー、パワー負けしてる。広告剥がれそうになってきた、ここまでやると。そうだ、絶対剥がすなよ、YouTube。 我々の動画、どれだけ広告剥がされてるかっていう話ですよね。ほんとよ、今年に入って私もう3本も広告剥がされてるわ。やばすぎますね。過激なことやりすぎですね。そうね、ちょっと落ち着かないとダメかもしんないわね。鹿の糞も食べてましたもんね。そう、まさにあれよ。鹿の糞は食べ物ですか、やっぱりオロチンギュさん的には。食べ物ではないわね。食べ物ではないんですね。そう、あれより海サボテンの方がまずかったんですね。そうね、
ぜひね、マサルさんにも食べてほしいところね。海サボテンのがまだ鹿の糞よりは食べたいですね。へぇ、よし、釜が取れましたね。よいしょ、うまそう。うわ、これ見て、ここやば、人人やん。はい、そしたら釜を取り出すことができました。もう腕がパンパンです。だから置いといて塩を振っときましょうか。これオロチンユさんにやってもらったんですか。私、はい、そっち側でもやるのね。お願いします。行くわよ。これ貴重よ。1000円チャージ。はい、どうよ。これで10分ぐらい置いとくと水が出てくるんで、これを水を拭き取ってから焼いていきます。なるほどね。じゃあ胴体もきれいにしていきましょう。油がすごい、お腹にめちゃめちゃついてる。なんだこれは。お腹をきれいにしたら水気を取って三枚おろしにしていきます。うわ、すげえ油。さばいててわかるのね。わかりますね、この油が包丁に吸い付いていく感じ。うわ、すっごいいい身だな。なんかもう小動物をね、解体してるみたいだわ。いや、本当にそのレベルですよ。すんごい綺麗。あ、マサルやらかしたか、これ。あ、やばい、見てないことにしましょう。恥ずかしいところ見てしまった。よいしょ。まあ、失敗なんて誰にでもありますからね。うわ、でも綺麗だわ。すげえ。うわ、ここですよ、この縁側なんですけど。なるほど、そこが縁側なのね。はい、そしたら腹骨を取っていきましょう。うわ、腹骨もうまっそうやな。うわぁ、上手。ありがとうございます。じゃあここの縁側を、縁側で食べましょうか。はい、そしたら血合い骨。うわ、これは絶対うまいですよ。オロチンユさんとだからすごい臭い魚を食べようと思ってたんですけど、まさかこいつが来てしまったから美味しい魚を振る舞うことになってしまいますね。いや、もう嬉しいわ。ね、めっちゃ嬉しい。あ、臭い魚が好きってわけではないんですね。そりゃそうよ、あなた。そんなね、はい、いい魚はね、普段取れません。昨日撮影したんですけど、オロチンユさんと釣りに行って、で、その釣りの動画もね、オロチンユさんのチャンネルの方で上がってますんでね、ぜひそっちも概要欄からチェックしてみてください。チェックしてちょうだい。お願いします。はい、そしたら最後皮を引いていきましょう。うわ、すごい油。うわ、すごっ。あ、これ刺身ですね。身が分厚い。ここ縁側ですね。縁側、縁側もこんだけでかい。縁側も皮引いていきましょう。うわ、これは油こそ、これがコクハガラの縁側ですね。一番美味しい部分ですよ。嬉しいわね。楽しみ。これを一口サイズに切っていきましょう。あ、やばい、絶対うまい。よし、刺身完成ですね。このオロチンユさんが取った魚、もう僕さばいちゃって大丈夫ですかね。お願いします。これもさばいてバター焼きにしちゃいましょう。身ある？あるでしょう。もしかしたらあっちより美味しいかもしんないわよ。可能性ありますよ。ないでしょ。頭落としちゃいますかね。そうだ。うわ、臭そう。身ちっちゃ。おお、何よ。ちょっと俺過去最高かもしれないですよ。うぅ、ちょっとやばい、これ。え、ペン坂君、書いて。うぅ、危ない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 。何よこれ。これうんこ濃縮しましたね。やめなさい、あなた。これ濃縮されてますね。鼻の奥にずっと残ってる。早くさばくべきな魚でしたね。とんでもない匂いですね。内臓腐ってるわよね。腐ってそうですね。呆れるほど臭かったです。
そしたら2品目ホイル焼きを作っていきます。水を拭いていきます。塩をかけるとこうやって水が出てくるんですよ。この水に臭みが含まれてるんでこれを取っていきます。これやるかやらないかでだいぶ匂いが変わってきます。この皮剥ぎにこそやった方がいい調理方法なんですけど大丈夫でしょう。そうだ、こいつ釜を乗せていきます。うわ、白米と酒が欲しくなる。で、バターを一匹に一つずつ。やば、贅沢だわね。こいつは腹の中に、臭い腹の中に突っ込んだ。大丈夫よし、これでチョコメコフォイヨー千円チャーシューでは、熱したフライパンにホイル焼きを千円チャーシュー決まったわね。キャンセルしたわ。はい、ということでクハンアラ、そして涙黒ハギのバター焼き、これはちょっと楽しみだわね。せーの、オープン。うわー、やば、なんかこれ邪魔だわねそしたら刺身からいきましょうか。はーい、じゃあね、まず身のところからね。私からいいの？どうぞ。いや嬉しいわ、見てこの身の分厚さ。うまそう。ではこれをね、お醤油にちょこんとつけていただきます。うますぎるあのね、はい、ヒラメっぽいわ。へえ、ヒラメっぽい味なのよ。ですごいね、上品なね感じの中に甘さがしっかりね感じられるわ。俺はねちょっとね、今年入った中でね一番美味しい魚だわ。マジっすか今年一来たかもしれない、僕らも食べますか。そうですね、やばいわよこれ。うわうまっ。縁側も食べてみたいですね。縁側が一番脂乗ってますか。うまい、やばいわよね、うん、うわ縁側やば。ちょっと縁側私もいただくわ。食ってるみたい。やばい、すんごいコリコリしてるんだけど、うまみがね噛むごとにねじわじわね出てくるわ。食感最高だねこれ。すんごいコリコリ、うん、じゃあバター焼きもいってみますか。うわなあ、行きましょう。いただきます。うわこれはやば、うん、まバターとめちゃくちゃ合うわ。これたまらないっすね。チュルチュル。何チュルチュルってチャオチュールじゃないんだからあなた。もっと食べていいですか。ああこれね、箸止まんなくなる案件だわ。米欲しいね。ね、ホロホロすぎてつかめないね。あ、やばっ、ほろほろほろチンユーだわ。めちゃくちゃ美味しい、ほろチンユーすぎる。あ、皮ハギも食べていますか。そうね、忘れてた忘れてた。何言ってんのあなた一番目立った色してるのに忘れてた。これが本題よ。食べていますか。はい、いただきます。いただきます。あれあれちょっとまあまあうまいわ。まあまあ美味しいですね。まあまあ、こっちがうますぎてねかすれてるんだけどね、多分こっちから食べたらうまーってなるわよ。うんですね。ちょっとね、想像してたより普通に美味しかったわ。うん、普通にうまい方の魚ですね。うまいです、ね、全然水っぽくないしね。うん、しっかりとした身だわ。びっくりだわね魚顔じゃわからないっすね。わかんないわ、こいつだってね私命がけで取ったからね見てこれ、ほらこうなってしまったわ。手ボロボロ、かわいそう。すんごい痛いわ。酒井さんも手ボロボロになったんすよね。一人で手袋しないで椅子遊びしてたら手ボロボロになっちゃった。やってる時アドレナリン出て1ミリも痛みが感じないんだよね。そうなのよ、うん、まさに交通事故の時と一緒よ。例えが例えが海賊の血が流れてますね。そうよ、これ本当だから冗談じゃないわよ。史実にのっとってるわ、うん、そう、史実にのっとってるから、うん、チュル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 、プルプルしてるわ。プルプルしてる。プルプルよあなた。チュルチュルだよこれは。プルプルじゃないですか。新勢力きた。ごちそうさまでした。はい、ということで今回オロチンユさんに来ていただいたんですけども、
めちゃめちゃ遠かったんじゃないですか。そうね、飛行機乗り継ぎしたからね5時間ぐらいかけてきたわよね。いやー、ありがとうございます。いやー、でもね、こんな素晴らしい体験ができて本当に良かったわ。ありがとう、呼んでくれて。いえいえ、こちらこそありがとうございます。もう3人の握手をありがとうございます。もうマブダチね、これも。マブダチンユですね。マブダチンユ来た、これ漁師目線でちょっと偉そうかもしれないですけど、オロチンユさんもうこんだけ4時間潜れるわ、センスあるわ。あら、本当ね。これまた夏来てくださいよ。あ、もうね、行きたい。私もね、もっと上達したかった、あれ、うん、もうね、潜れなかったもん。潜れて 1.5 メートルぐらいだったわよ多分見てもらえば分かると思うけど動画。森ね、あれ着くのめっちゃ難しいわね。握力めっちゃいるわ。そうなんすよ。どれだけね、素潜りが難しいかね、よく分かったわ。まず潜るのから、で次に着くの。もう本来だったら潜る練習で1日使うところをもう潜るのと着くの一気にやってますからね。そうね。ということで、オロチンユさんの動画もね、概要欄の URL から飛べますんで、皆さんね、ぜひご視聴してみてください。お願いします。お願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは Have a nice day! イエイ。